が立っとるとこやったよね、なんかテントの入り口んとこに。なんか違うく、わからん。あれ、戻ってきた。これまでのあらすじ。仲間を探す旅の途中、最後の砦を訪れたアイナは、母ペレラに促され、デルカダール王のテントを訪ねた。王がアイナに今までの仕打ちを詫び、ウルノーガン取り憑かれていた時の記憶がないことを話すと、そこへ兵士が現れ、英雄の帰還を報告する。兵士の報告を聞いたデルカダール王に促され、英雄を出迎えるため、アイナが入り口に向かうと、英雄と呼ばれるデルカダールの将軍、グレイグと再会。グレイグは、魔物たちに不穏な動きありと報告し、砦のために戦いに備えようと命じると、砦の外に出ていく。アイナはグレイグの様子を案じるデルカダール王に、最後の砦を魔物の襲撃から守るため、グレイグと共に戦ってほしいと頼まれる。切る場所合っとるよね。あ、合っとるね。ちょっとよくわからんくなりよった。よくお戻りになられました、アイナ。アイナに我らが神のご加護がありますように。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。で、とりあえず、あれか、グレイグの手助けをしろって言われたってことよね。どこに行けばいいんやろ。こっち？外？誰に話しかけようんって感じやけど。あ、おったおった。誰か知らんけど。最後の砦は岩壁に囲まれた天然の要塞です。ここは我らデルカダール兵と民衆に向かって、英雄ドロのいる砦の外へお過ぎください。あ、一つだけ忘れなきよう。お祈りや買い物は砦でお済ませください。砦の外は七にございます。大丈夫よ。私やし。レベルに余裕はあるけんね。でもすごいよね、ほんと。自然の要塞。確かにって感じやわ。よし、それじゃあ向かいますか。出てけって言われたけん。ショックな話だぜ。ルーラを使える奴らも気の毒だよな。魔王のせいで、ルーラの行き先がみんな消えちまったってぼやっとぜ。マジで？そうやったっけ？あんたもルーラが使えるならショックだろうが。まあ元気だしな。また旅をすれば行き先も増えていくぜ。何消してくれとんねん。ありえないんですけども。じゃあ、とりあえず、今の最後の砦、あそこは追加されたってことよね。ルーラでの行き先に。はぁ、あ。てか何？どこに行けばいいって？ちょっとね、いつもあらすじ読むんやけどさ、声出して。読むんやけど、なんか読むのに必死になってあんまり内容を把握できてないんよね。あ、でもなんかストーリー始まったっぽいけ、わかるかこれで。あ、おう？よう、新入り！噂は聞いたぜ。大陸の端っこからたった一人で砦にたどり着いたんだって？やるじゃねえか。なんだ、来やすいな。めちゃくちゃ来やすいな。腕っぷしは確か、運もあるか。うん、あんたは見どころがありそうだ。ちょっと俺についてきてくれよ。今までずっと下っ端やったとかかな。やっと後輩ができて嬉しいみたいな。なんかちょっと調子に乗ってそうな感じの人。悪い人じゃないんやろけどね。よし、着いたぜ。あんたの持ち場はここだ。今日こそ魔物どもを蹴散らしてやろうぜ。最後の最後まで戦い抜こうな。延々と戦うだけ？モンスターと。いちいち力が強いんよね。何？怖い。向かうんすか？敵襲！敵襲！来たっぽい。あ、なるほどね。ここの最後の砦のすぐ外で戦いよけばいいってこと？うわ、めっちゃ。めっちゃ来たやん。魔物、なんかそんな、時間に正確な感じで動きよんかな？魔物たちも。来るぞ！備えよ！今から行くぞみたいな。別になんか四六時中、四六時中誰かで構わずやってきそうな気がするけどね。魔物やったら。
た最後の砦の外とかもすごいうろつけるだけやもんね全く襲いかかってこんっていう。すでにめっちゃ兵士の人たちやられとったけど、超犠牲出たよ。そして突っ立ってる私、強い、強すぎる。この戦場にいる魔物たちは今までのどんな敵よりも強いぞ。戦士にとって一番の過ちは逃げることではない、自分の力を見誤ることだ。まあね。ここにいる魔物たちと戦って全然歯が立たないと感じるようなら、君にはこの戦場はまだ早い。東の洞窟の敵はここよりいくらか弱い魔物たちばかりだから、そこで腕を磨いてから戻ってきてくれ。あ、なんかチャンスくれる感じだよねこれ。いやでも大丈夫です全くもって大丈夫です。何、どこで何、あ、びっくりした戦闘始まったわ。いやもうこれ私全然一発でやっつけられるんで余裕っすね。ありがとう、助かりました。いえいえ、俺は潔癖症なんだ。助かったぜ。ありがとな。お礼にこいつを受け取ってくれ。潔癖症、よくこんな仕事ができるね。無理やろ。腐った死体とかおるけど。あゆのは魔法の聖水を手に入れた。ありがとう。あとは任せろ。あ、じゃああれやね。塊をいろいろと助けていけばいいわけやね。あれ？あ、びっくりした。馬しかおらんのかと思った。もうすでにやられたかと思ったよ、兵士さんたち。よし、名前に京とかついとったけど全然関係ないんで。あれ、向こう側にも人がなんかおった。ありがとうな。私は足元が弱いのだ。助かったぞ。そんなね、堂々と言われましても。安心して、腰が抜けたよ。大丈夫かい、なんでそっち向いてんのん、あ、そっか、ここはもう助けたところか。じゃあ次こっちね。え、なに、びっくりした、見えてなかった。ぐ、もうダメだ。ガク。おい、話しかけるな。死んだふりだよ。ふりかよ、おい。さあ、来い。やっつけてやるぜ。いや、そこは私が。てか、みんなさ、魔物たち驚いとるだけで全然攻撃しかけてこんねえけど。どういうこと？よっしゃ、次、どんどん来やがれ。なんだ、自分の手柄って感じに？助かったぜ。あんた強いんだな。まあね、勇者なので私こちらに気づいてもないよこいつらは。あ、ここは一発じゃ無理やった。スカルゴンあれ、観客なんかな、応援。ひえ、危ないところだぜ。あんた噂通りものすごく強いんだな。まあね。あー、助かったぜ。ありがとな。あいつらの骨は硬くって全く勝てる気がしなかったんだ。それとさっきそこで拾ったんだ。拾い物で悪いが、よかったら使ってくれ。お、特薬草。拾ったものを食べてはいけないんだよ死ぬかと思った。サラサラ髪のお兄さん、本当にありがとうございます。サラサラ髪の、なんかちょっとバカにされたような感じが。ん、こっちグレイグの方やね。まだ向こう残ってる。うん、やっ、よっしゃ。みんな二人一組で挑んでくるわ。え、もう倒しちゃったのか？目をつぶってたからわからなかったぜ。こりゃびっくりだ。なんで目つぶってんだよ。戦ってなかったのか？危ないところであった。ありがとう。礼を言うぞ。しかし、グレイグ様がお一人で物に突撃なされてしまった。グレイグ様は無事であろうか？今んとこ無事やけど、あの量、大丈夫かい？いや、まあ大丈夫か、グレイグ。魔法とか使えたらね、一斉攻撃が。余裕やん、大丈夫大丈夫。やっぱ英雄やけん。おお、背後から。そこはね、私にももっとかっこいいところを見せさせてくれんと。気を抜くな。抜いてないよ抜いてないよ。なんか全然減ってなくない？あ、ほら、地面から今生えてきたよ。次はお前に構う余裕はない来るぞ。次々増えていきようやない、また。
まあ、ゾンビと骨やもんね。何回倒しても蘇りそうやったら、奴らしかおらんし。ね、私はどこ？あ、あれか。なんか来た。ボスっぽいの来た。盾が本体のやつ。その強さ、貴様がグレイグか。魔軍司令殿の言う通りだな。馬鹿正直で間抜けな面いよ。顔はどこに置いてきたんだ。ほら、やっぱり減ってないって。でもモンスターは全然倒れてるやつおらんもんね。あんなにいっぱい倒したのに。魔軍司令殿は気前がいいぞ。そっか、褒美がもらえるけん、魔物たちもみんなで組んでやってきよるわけやね。お前たち何をボケっとしている。グレイグを殺せ。自分は直接手を下さないのかい。かかれ。お、来たゾンビ師団長やって。よし、行くぜ。ぐはえ、グレイグは戦ってくれるん？戦ってくれるんよね。オッケー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 。周りからやっつけた方がいいんかな。間違えた。あ、でもなんか次々復活してきそうな気もするんよね。大丈夫そう。ちょっとグレイグも一発でやっつけてよ。ほらほら、なんか今立ち位置整えたね、あいつ。一体おらんくなったけんって、自分の立ち位置ちょっと広めに取ったよ。やっぱ周りのやつら全員やっつけてったら、多分さ、こういうのってメインの敵はさ、復活系の呪文みたいなの持ってないよね。何今の気が抜ける声。俺が相手だ。え、待って、私がとどめさしたい。特技とかでやったら、攻撃系の技じゃなかった。攻撃系の技じゃなかったっぽい、なんか。あ、ほら、武器ガード率やって全然違ったわ。やったね。我らの勝利だ。やったね、イエーイ。なんか声だけ聞こえてきた、グレイグの。ふ、余裕。来てー、退却だ、者ども、来てー。喋るんか。え、まさかね、喋るんか。さっきまでね、ひえーみたいな、変な声みたいなしか聞こえてなかったけど。王がお呼びです。あなたも共に。はい。めっちゃちょうどいいタイミングやね。見よったんか。わかった。すぐに行く。一緒に行こうよ。アイドの、アイユなどの、言えたさっき。グレイグ様はお先に砦へ戻られたぞ。デルカダーローがそなたを待っているから、あとは我らに任せて、そなたも王のテントへ向かってくれ。了解です。まあ、一応、もうおらんねやろ、周り。よしよし、帰りますか。なんか、何人かボヘーっとしてるけど、みんな大丈夫か。途中から気を失った記憶がねえんだが、誰かが助けてくれたようだな。ありがとう。顔も知らねえ英雄さん。顔も知らねえ英雄さん？私じゃね？違うんすか？え、顔見ろよ。ここで合っとるよね。デルカダール王のテント。なんかね、わかりづらいんよね。いろんなテントがありすぎて。いまいち位置が。もうちょっとなんかこう、マップ上にさ、イベントの場所みたいなのに記してくれとったら、わかりやすいんだけども。びっくりした。一瞬違うかと思った。あんなとこ通ったっけってなったわ。お帰りなさい、アイラ様。今回の勝利は何と言っても、あなたとグレイグ様のお力です。あとは我らデルカダールの兵に任せて、ひとまず体を休めてくださいね。ありがとう。でもその後はっていうのは何なんやろ。手当てとかそういうことかな。だってもう魔物おらんもんね。
俺の見立ては正しかったようだな。初めてあんたを見た時から見どころのあるやつと思ったらね。偉そうだな。なんだよその立ち方。デルカダールの王様があんたを探してるよ。あんたは戦いで疲れてるってのに一体何の用事なんだろうね。まあまあまあ、そこは何かしら褒美をもらえるのでは。あいな、あんたなら あれっぱかしの魔物には負けないと母さんは最初から分かったよ。今回の勝利の報告は済ませたかい？王様はきっとお喜びになるから先に王様のテントへ行っておいでよ。了解です、行ってきます。ちょっといまいち方向があったのかどうかも把握できてないけど、でも中央の方って言ったよね。なんか何走ってんの？避けていこうとしたね。勝ったぞ、俺たちは勝った。何やってんだ。アユナ、無事だったのね。怪我はない？痛いところも？うん、全然余裕。さすがは私のアユナ、じゃなかった。さすがは私の幼馴染のアユナね。あなたなら大丈夫って信じてたわ。めちゃくちゃなんか願望が。エマさん、天使だ。エマちゃん、聞いてくれよ。肘をも物にやられながらも、俺必死で戦ったんだぜ。かっこいいだろ。いてててて。いや、なんか、何々やったんよ、みたいな。自分からのアピールってクソかっこ悪くね。ねえ。まあ、そりゃね、気づいてもらえんかったら褒められることもないんやけど、待って、どこだ？何してんの？アユナ様、夫のデクはこうして無事でしたわ。お礼言わせてね。ありがとう。いえいえ、全然。いやー、お疲れ様だよ。勝利の記念に買い物してってよ。なあ、なんか。常にやね、すごいね。証拠たくましいわ。こっちの方向か。え、なんか違うような気がする。合ってる？合ってます？旗が立ってるとこやったよね。なんかテントの入り口んとこに。え、なんか違うく。え、わからん。あれ、戻ってきた。この辺？あ、ここか。旗。あ、やっとたどり着いた。どうも、遅くなりまして。この度の働き、見事であった。いえいえ。グレイグ、そして勇者よ。お前たちのその強さを見て、わしは確信した。この地に光を取り戻す戦いを、今こそ仕掛ける時だとな。魔物の巣窟と化した。デルカダール城に潜入し、常闇を生む魔物を打ち倒す。嫌やな、魔物の巣窟。任せたい。全然行きたくねえや。お言葉ですが、おいよ。まあ聞け。わしとて無策ではない。どうにか敵に一矢報いる手はないかと、密かに城を探らせておったのだ。マジで？報告によれば、部下たちデルカダールの丘の崖上に、デルカダール城内に潜入できる地下水路への道を見つけたらしい。ん？それってなんか前使ったやつ？か？あ、ですよね。ですよね。あー、うん、過去に使いました。城の中へ入るにはあの道しかない。この鍵で地下水路から城内へ忍び込むのだ。そなたに預けよう。うん、了解です。アイナはデルカダールの鍵を手に入れた。おうよ、私は反対です。その間、砦の指揮は誰が取るのです？我らの留守に攻め入られれば、ここは魔物の餌場と同じですぞ。まあ確かに、私とグレイグ以外はなんか普通の一般人って感じだったよね。一応兵士やけど。そこを利用するのが。周りも兵士やったけど。魔物がここを攻めている間であれば、城内の警備は手薄になろう。そういうおとり？今こそデルカダール城に潜む常闇を生む魔物を打ち払うのだ。さすれば、でも再び我らには朝を取り戻せるだろう。実力の人は必要じゃない？しかし私はこれ以上民を失うわけにはいかない。だからこそ、ね、お前にこの作戦を頼むのだ。めちゃくちゃ熱いね、グレイグ。お前しかいない。このまま夜だけが続けば人の心も失われよう。いや、やっぱ日焼けはしたくないけど、日の光は浴びんとね、人間。
なーに、案ずるな。わしはこの数ヶ月の間思い知らされた。我が民は強く、優しさに満ちて何よりも勇敢だ。一晩な、一晩持ちこたえれば我らの勝利ぞ。王様が頑張ってくれるん、強いんかな。砦はわしが守る。取り憑かれとった時は確かに強そうやったけど。任せたぞ。そなたらは我らの希望じゃ。頑張ってきます。王の計らいで愛の足星の休息を取った。そして出発の時が来た。でも砦を守るはいいんやけどね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。